進化する体のデザイン。実際のところ現在ではカンブリア紀の少なくとも1億年前から複雑な生物が存在したことが知られている。本来ならこれについてはもっと早く知られていたはずだった。カナダでのウォルコットの発見から40年ほど後、地球の反対側のオーストラリアでレジナルド・スプリッグという若き地質学者がさらに古く専門的にも見事というほかない発見をしていたのだから。1946年、サウスオーストラリア州の地質調査助手を務めていた若きスプリッグは、廃坑を調査するためにフリンダーズ山脈のエリアから丘陵に派遣された。その焼けつくように厚い広々とした奥地はアデレードから北へ500キロほどのところにある。調査の目的は新たなテクノロジーを利用して作業を再開し、利益を生み出せる急口がないか確認することだったので、スプリッグは岩石の表面は全く調べず、ましてや化石などには目もくれなかった。ところがある日の昼食時、何の気なしに砂岩の塊をひっくり返したスプリッグは控えめに言って驚いた。その岩石の表面がぬかるみに残された落ち葉の跡を思わせる繊細な化石で覆われていたからだ。それはカンブリア爆発前のものだった。スプリッグは肉眼で確認できる生命体のあけぼのを目の前にしていたのだ。スプリッグはネイチャー誌に論文を投稿したが掲載してもらえなかった。代わりにオーストラリア・ニュージーランド科学振興協会の年次総会でその論文を読み上げたが、協会長の支持を得るのに失敗した。協会長はエリアからの痕跡は無生物による偶発的な印、生き物ではなく風雨や潮によってできた模様に過ぎないと言い放った。それでもスプリッグは完全に希望を失うことなくロンドンに旅立ち、1948年の国際地質学会で自分の発見を発表したが、興味や信頼を呼び起こすことはできなかった。最後にスプリッグはより良い発表の場を求めてサウスオーストラリア王立協会会報に自分の発見を公表した後、公職を辞して石油探索に乗り出した。9年後の1957年、ロジャー・メイソンという男子学生がイングランド中部にあるチャーンウッドの森を歩いている時に奇妙な化石を含む岩を発見した。その化石は現代のウミエラに似ており、スプリッグが発見してそれ以降みんなに知らしめようと奮闘していた標本の一部にそっくりだった。この学生に化石を渡されたレスター大学の古生物学者はすぐにこれが先カンブリア時代の化石だと認めた。メイソン少年の写真が新聞に載り、少年は早熟のヒーローとしてもてはやされた。標本は少年に敬意を表してチャルニア・メイソーニと命名された。現在スプリッグのエリアから標本の現物はフリンダーズ山脈全域で以後発見された15,000の標本の大部分とともに、アデレードにある堅固で美しいサウスオーストラリア博物館上階のガラスケースに陳列されているが、その注目度は低い。標本に浅く彫り込まれている模様はやや不鮮明で、慣れない人間の目にはそれほど魅力的には映らない。ほとんどの模様は小さな円形で、ところどころにうっすらとリボンのような跡がついている。フォーティはこれを奇妙な軟体動物と称した。今もなおこれらの生物群の正体や暮らしぶりについてはほとんど意見の一致が見られない。伝えられている限りでは、この生物群には消化物質を取り入れたり排出したりするための口や肛門もなければ、体内での処理を行うための内臓もない。フォーティはおそらくこの生物群のほとんどが生きている間はただひたすら砂の堆積物の表面に横たわっていたのだろう。軟体で不定型で活気のないカレイやヒラメのように、
と言っている。最盛期においてもこの生物群の複雑さはせいぜいクラゲ程度のものだった。エリアカラ生物群はすべて二肺葉性、つまり二層の組織からなる。しかし現存する動物はクラゲ以外は三肺葉だ。この生物群を全く動物とは認めず、植物か菌類とみなす専門家もいる。植物と動物との区分は今なお常に明確とは限らない。現代の海面動物は一生一つの地点にとどまって過ごし、目も脳も脈打つ心臓もないのに動物だ。先カンブリア時代に戻ったらおそらく植物と動物の違いはさらに曖昧になるでしょうとフォーティ。確実に違いを見分けるためのルールは存在しません。エリアカラ生物群は現存する生物の先祖としては全く認められていない。ただし一部のクラゲについては例外の可能性がある。多くの権威者はこの生物群が一種の失敗に終わった実験であり、実現はしなかったものの複雑化への挑戦だったと考えている。複雑化が実現しなかったのはおそらく不活発なエリアカラ生物群がもっと身軽で洗練されたカンブリア紀の動物に食べられたり打ち負かされたりしたからだろう。今日ではこれに似た生物は存在しないとフォーティーは記している。どう見ても後世の生物の先祖とはみなしがたい。結局のところこの生物群は地球上の生命の進化にとってさほど重要ではないようだ。多くの権威者は先カンブリア時代とカンブリア紀の境目に大量絶滅が起こり、全エリアカラ生物、不確定のクラゲは例外が次の段階に進めなくなったと考えている。言い換えれば複雑な生命体はカンブリア爆発によって本格的に活動を始めたのだ。何はともあれこれはグールドの見解と一致する。バージェス抗がんの見直しについて言えば、誰もがほぼ即座にその解釈に疑問を抱くようになった。特にその解釈に対するグールドの解釈については疑問が多かった。そもそもの始めから多くの学者がスティーブン・グールドの説に疑問を抱きながらもその話術を大いに称賛していた。フォーティは生命40億年前史にそう記している。ところが実情はそんな生易しいものではない。スティーブン・グールドの思考が文章と同じくらい明晰でさえあれば、オックスフォードの研究者リチャード・ドーキンスはワンダフル・ライフの書評、ロンドンのサンデー・テレグラフ紙の出だしでそう毒づいた。ドーキンスはこの本が面白くてやめられない上に文学的な技巧に富むと認めながらも、グールドがバージェス抗がんの見直しにより古生物学会が震撼させられたと示唆して、大げさにそして不誠実と言っていいくらいに事実をねじ曲げようとしたと非難を浴びせた。彼が攻撃している見解、進化とは人類などの最高峰を目指してまっしぐらに突き進んでいくものだという見解は50年前に廃れたものだとドーキンスは息巻いた。それにもかかわらず多くの一般書評家が出した結論はグールドと全く同じものだった。例えばニューヨークタイムズ紙の書評欄では明るい論調で次のような示唆がなされた。グールドの著書が出版された結果、科学者は自分たちが代々検証もせずに抱いてきた先入観を捨て去りつつある。好むと好まざるとにかかわらず、科学者は今後人類が秩序正しい発展の産物であるという考え方と同様に、自然界の偶然の産物であるという考え方も受け入れるようになるだろう。しかしドーキンスが激しい怒りを覚えたのは、グールドの結論の多くが単純な誤解か不注意による誇張だと確信していたからだ。エボリューション誌の記事でドーキンスはカンブリア紀の進化は
現代の進化とは別種のプロセスだとするグールドの主張を非難して、グールドが繰り返し提唱した以下の見解について怒りをあらわにした。カンブリア紀は進化の実験、進化の試行錯誤、進化のフライングの時代である。重要な基本的ボディープランが全て生み出された向上の期間だ。現代の進化は古いボディープランの応用に過ぎない。遥か昔のカンブリア紀には新たな門や新たな項が出現していたが、現代では新たな種ぐらいしか増えない。新たなボディープランが増えないというこの考え方が何度も取り上げられていることに触れて、ドーキンスはまるで庭師が樫の木を見てさも不思議そうに、何年もの間この木に新しい大枝が生えてこないなんて奇妙じゃないか、この頃は小枝ぐらいしか新しく生えてこないようだと感想を述べているようだと言っている。奇妙な時代でしたよとフォーティー、とりわけ全てが5億年も前の出来事に関することなのに、みんなの感情の高まりが実に激しかったことを思うとね。ある著書の中で、私は安全ヘルメットを装着してからでなければカンブリア紀については書けない気がすると冗談を飛ばしましたが、実際少しばかり本気でそう感じていました。最も奇妙なのはワンダフルライフに登場する英雄の一人サイモン・コンウェイ・モリスの反応だ。モリスは自著創造のるつぼ The Crucible of Creation の中で唐突にグールドを罵って古生物学会を驚かせた。フォーティーの言葉によると、その著書の中でグールドは軽蔑的で憎しみさえこもった扱いを受けた。専門家の著書を読んでいて、あれほどの恨みつらみにぶつかったのは初めてだったと後にフォーティーは書いている。それまでの経緯を知らず、何の気なしに創造のるつぼを読んだ者は、かつては著者とグールドの見解が厳密に同じではなくても近かったとは決して推測できないだろう。この点に関して質問するとフォーティーは答えた。ああ、あれは非常に奇妙で実に衝撃的でした。グールドはサイモンについてとても好意的な描写をしていましたからね。私にはサイモンが決まり悪くなったとしか思えません。科学は変化しますが書籍は不変ですから、サイモンは自分が今後支えていけるとは思えないイメージに取り返しがつかないほど深く関わってしまったことを後悔したのではないでしょうか。もう新しいもんはごめんだという発言についてはいろいろと取り沙汰されましたから、サイモンはあれで有名になったことを悔やんだと思いますよ。結果的にカンブリア紀初期の化石は批判的な再評価を受ける運びとなった。フォーティーはデリック・ブリッグス、グールドの著書に登場する別の主要人物とともに分岐論という方式を利用して様々なバージェス化石の比較を行った。簡単に言うと、分岐論とは共通の特徴に基づいて生物を体系化することだった。フォーティーは一例としてトガリネズミとゾウの比較を挙げている。ゾウの巨大さと印象的な鼻に着目すれば、小さな体で辺りを嗅ぎ回るトガリネズミとの共通点は少ないという結論になる。しかし双方をトカゲと比べてみれば、実際にはゾウとトガリネズミのボディープランがほぼ同じだとわかる。突き詰めるとフォーティーが言いたいのは、グールドはトガリネズミとゾウを分けて考えているが、自分たちは双方をまとめて哺乳類とみなしているということだった。バージェス生物は一目見た時の印象ほど奇妙でも多様でもないというのが二人の考えだ。大抵は奇妙さという点で三葉虫と大差ありませんとフォーティーは語る。三葉虫については一世紀余りの間に見慣れただけのことです。親しき仲はさらに親しみを生むと言いますからね。この言葉が怠慢や無関心から来るものではないことは、
ないということは特筆しておかねばならない。大部分が歪められてバラバラになっている証拠に基づいて古代生物の形式や類縁関係を解釈するのは明らかに至難の業だ。エドワード・オー・ウィルソンは次のように述べている。現代の昆虫の中からいくつかの種を選び出しバージェス式の化石として提示した場合、あまりにボディープランが多様なのでそれらが全て同じものに属するとは誰も思わないだろうと。またカンブリア紀初期の化石がさらに2箇所から発見されたことも見直しを進めるのに役立った。グリーンランドと中国の2箇所に加えてその間を結ぶさまざまな場所でも化石が発見され、おおむね質の良い標本が多くもたらされた。最終的にはバージェス化石はそれほど特異ではないことが判明した。ハルキゲニアは上下逆さまに復元されていたことが明らかになった。その竹馬のような足は実際は背中にずらりと生えたトゲだったのだ。パイナップルの輪切りに似た不思議な生き物ペイトイアは一個の有機体ではなくアノマロカリスというもっと大きな動物の一部分に過ぎないということも判明した。今ではバージェス化石の標本の多くが現存する門に振り分けられている。そもそもの初めにウォルコットが分類をした時と同じようにハルキゲニアを含むいくつかの生物はイモムシに似た動物である有層動物門と関係があると考えられるようになった。その他の生物も現代の関係動物の先駆けとして再分類された。実際フォーティは次のように述べている。カンブリア紀のデザインには完全に目新しいものは比較的少数しか存在しません。大概のデザインはすでに定着したものに興味深い装飾を加えたに過ぎないと判明しています。著書生命40億年前史には次のような一節もある。いずれをとっても今日の富士壺ほど妙ではないし、シロアリの女王ほど機械でもない。結局のところバージェス睾丸の標本はさほど目新しいものではなかったのだ。それでもフォーティは標本の興味深さや奇妙さに変わりはない、説明をつけやすくなっただけだと記している。その風変わりなボディープランは八切れんばかりの若さの表れの一種だ。言ってみれば若者が髪を立てたり下にピアスを入れたりするのに相当する進化段階。最終的にはその形状は真面目で安定した中年の段階に落ち着く。しかしこれらの全動物がどこからやってきたのか、どのようにして突然どこからともなく出現したのかという疑問はなおも残されたままだった。とはいえ悲しいかな、現在では結局カンブリア爆発がさほど爆発的ではなかったらしいことが判明している。カンブリア紀の動物はおそらくその前からずっと存在していたが小さすぎて見つからなかっただけではないかと考えられているのだ。ここでもヒントを与えてくれたのは三葉虫だ。特に一見不可解なことに多種多様な三葉虫がほぼ同時期に世界各地に出現していたことが大きなヒントになった。実際のところ完成形でありながら多様な生物が不意に数多く出現したというとカンブリア爆発の脅威性が増すように感じられるだろうが、事実は正反対だ。三葉虫のように形の整った生物が突発的に一種類発生するだけでも一大事、まさに奇跡的だというのに、別個だが明らかに類縁関係のある複数の生物が中国とニューヨークなどという遠く離れた場所の化石記録に同時に現れたとなると、私たちが歴史の大きな一部分を見落としているのは明らかだ。カンブリア生物群にはとにかく先祖がはるか昔にその生物の源となった種がいるはずだということを示すのに、これ以上強力な証拠はないだろう。現在のところ
カンブリア紀以前の種が発見されないのは、体のサイズが小さすぎて化石として残らなかったからだと考えられている。フォーティは完全な機能を持つ複雑な生物だからといって体が大きいとは限りません。現在も海は化石記録の全く残っていない小型節足動物であふれかえっていますと述べる。フォーティは小型の貝や種類を引き合いに出している。現代の海には数兆にも達する数の貝や種類が存在し、海が広範囲にわたって真っ黒になるほどの大群を成している。そのくせ、私たちはその先祖について、化石化した古代魚の体内で一個だけ発見された標本のことしか知らない。カンブリア爆発という言葉が適切だとして、おそらくその時期には新種のボディープランが突然出現したのではなく、生物の大型化が起こったのでしょうとフォーティ。そしてその大型化は非常に短い時間で起こったと考えられるので、その意味では爆発だと言えます。つまり哺乳動物が何億年もの間好機をうかがい続け、恐竜が滅亡してから突然姿を現して世界中に満ち溢れたのと同じように、節足動物などの産廃用動物も半分微生物のような状態で姿を隠し、エリアから生物が優位を占める時代が過ぎるのを待ち受けていたというのだ。フォーティはこう述べている。恐竜の滅亡後、哺乳動物が劇的な大型化を遂げたことは知られています。ただ、いくら変化が唐突だとは言っても、無論それは地質学的な意味でということですよ。数百万年単位の物差しで話しているのですから。ちなみに、レジナルド・スプリッグは忘れた頃になってようやくある程度の功績を認められた。古代の主要な族の一つがスプリッグを称えてスプリッキナと名付けられ、いくつかの種にその名が冠せられたのだ。そして発見された化石はまとめてスプリッグの探索場所だった丘陵にちなみ、エリアから動物群という名で知られるようになった。しかしその頃にはスプリッグは化石探しをとうの昔にやめていた。地質学会を去った後、スプリッグは石油会社を創立して成功を収め、最後は退職して愛するフリンダーズ山脈にある屋敷に住み、野生動物保護区を作った。1994年、スプリッグは裕福なまま生涯を閉じた。